ラリーはダウニング街10番地にあるイギリスの首相官邸で、首相官邸ネズミ捕獲長を2011年から務める猫である。茶色と白のオスの虎猫で2007年1月生まれと考えられている。テリーザ・メイがイギリスの首相になった2016年7月までには、ラリーは外務英連邦省所属の彼よりもずっと若いパーマストンなどの他の猫との関わりの中で凶暴という評判が広まった。ダウニング街10番地、ラリーの公邸及び職場ラリーは、バタシードッグズ&キャッツホームに保護された迷い猫で、ダウニング街のスタッフによって選ばれた。ラリーは、キャメロン首相夫妻の子供たちのペットとなる予定で、また、ダウニング街の情報源により、優れたネズミ捕りであり、高い追撃能力と狩猟本能を持っていると述べられた。2012年、バタシードッグズ&キャッツホームは、ラリーの評判によって、猫を引き取る人が 15% も増加したと発表した。ラリーがダウニング街に連れてこられた後すぐに、ラリーが迷い猫であることや、最初の飼い主がラリーを救う運動を始めたことが、大々的に報道された。しかし、この話は、後にいたずらであると判明し、このような飼い主や運動は存在しないと分かった。ラリーの公務は、官邸の来客への挨拶、防衛の安全確認、骨董家具の寝心地検査であるとダウニング街のウェブサイトは述べている。ラリーは官邸にネズミがいることの解決策を考えており、そのような解決策はまだ戦術的計画段階にあるとダウニング街に伝えたとのことである。1929年からの前任者たちとは違って、ラリーの扶養費はダウニング街10番地のスタッフによって提供される。ラリーの餌代を払うための募金のイベントには、大広間でダウニング街のスタッフが開催するクイズナイトもある。ラリーは2011年4月22日に初めてネズミを殺した。2012年8月28日、ラリーは初めて人のいる前でネズミを殺し、10番地の前に獲物を置いた。2013年10月には、ラリーは2週間で4匹のネズミを捕らえて、あるスタッフのメンバーが、ラリーの手から1匹のネズミを助けた。2015年7月、財務大臣のジョージ・オズボーンと内閣府大臣のマシュー・ハンコックは、財務大臣のオフィスでネズミを追い詰めて、サンドウィッチの紙袋の中に閉じ込めた。新聞は、財務大臣が首相官邸ネズミ捕獲長の地位を引き継ぐかもしれないというジョークを報じた。デイビッド・キャメロンは2016年の最後の首相質問でラリーは公務員であり、個人の財産ではない。そのため首相が変わった後もダウニング街を去ることはないと説明した。労働党は労働党政権である場合はラリーが首相官邸ネズミ捕獲長として居続けるだろうと確認した。2020年1月現在、ラリーはボリス・ジョンソン政権で彼の地位を保持している。米大統領、ドナルド・トランプの訪問時、ダウニング街10番地の窓の上にいるラリー2011年、ラリーの毛が首相の新品のスーツを汚すので、ラリーはダウニング街10番地の首相の区画から締め出された。前副首相のニック・クレグは入るためにマイクでの連絡が必要なダウニング街内部のセキュリティドアがますます安全のためではなく、建物の片方の端からもう片方の端に猫を締め出すために使われていると述べた。2013年2月、アレルギーを持つ職員から苦情が来た後、ラリーと隣人フレイヤが外務省に入ることを妨げるため、猫を仕切る壁が建てられた。外務、英連邦大臣のウィリアム・ヘイグは後に壁を壊すように頼んだ。2015年12月、前内務大臣のデイビッド・ブランケットは、当時ネズミが群がっていたウェストミンスター宮殿を含むよう任務を増やすことをラリーに頼むべきだと提案した。デイビッド・キャメロン及び米大統領バラク・オバマといるラリー・デイビッド・キャメロンは、ラリーは保護された迷い猫なので男性の前では少し神経質であると言った。これはラリーの過去の嫌な経験によるものかもしれないと推測される。キャメロンはバラク・オバマがこの恐怖心の明らかな例外であると言及した。キャメロンは、面白いことに、ラリーはオバマのことが好きだ。オバマはラリーを撫でたが、彼はオバマなら平気な様子だったと語った。2013年9月、報道によるとキャメロンとラリーの間で緊張が大きくなった。キャメロンは猫の毛が服につくと文句を言い、ダウニング街に客が来た際に、キャットフードの匂いを消臭スプレーで隠さなければならなかった。ペットは PR の小道具なのではないかという指摘の中で、キャメロン家はラリーを好きではないと言われた。キャメロンはツイッターに、ラリーとは完全に仲良くしていると投稿した。それにもかかわらず、ブックメーカーのラドブロークスは、ラリーよりキャメロンの方が早く、ダウニング街を去る可能性が高いと見積もった。デイリーテレグラフは、キャメロンはそれほど猫が好きなわけではないが、スピンドクターは、ラリーのおかげで首相が優しそうに見えると信じていたと伝えた。2016年に、官邸から去るとき、キャメロンはラリーを一緒に連れて行くことができない、悲しみを口にした。テリーザ・メイが2016年に首相になったとき、ラリーがストレスを抱え、キャメロン一家を恋しがるかもしれないという心配があった。2016年8月、国民生活水準委員会会長のアリスター・グレアムは、ラリーが何も得なかったことに驚いたという冗談で、キャメロン議会解散時の叙勲者名簿の不公平さについての論争に答えた。2019年6月、報道では、フォトボムと表現されたが、米大統領、ドナルド・トランプのイギリス公式訪問の初めに、テリーザ・メイと夫フィリップがトランプと妻メラニアと共に10番地の外でポーズを取ったとき、窓台の上のラリーが映り込んでいた。彼は、その後トランプの大統領専用車の下で雨宿りし、出てこようとしなかったため、BBC のジョン・ソペルは、速報、反トランプのデモ隊が止めることができなかった、リエル・ドナルド・トランプのパレードをNo.10キャットが止めるとツイートした。2012年6月、ダウニング街11番地に引っ越した財務大臣のジョージ・オズボーンは、長いこと行方不明だった猫のフレイヤと再会した。フレイヤとラリーは、喧嘩をしているところも目撃されたが、すぐに親しい関係になったと報じられた。フレイヤーより支配的な猫で、効率のいいネズミ捕りであり、野良で過ごした日々のために、強気になったのだと伝えられている。2014年11月、フレイヤはダウニング街を去り、ラリーが唯一のネズミ捕りとなった。2014年、オズボーンは犬のペットのローラを連れてきた。首相補佐官はローラがラリーとフレイヤと仲良くやっていると報告した。2016年4月、新しい猫の隣人のパーマストンがイギリス外務省へ引っ越してきた。時々は仲が良いことで知られるが、2匹の猫はいろいろな機会に喧嘩した。院内総務はパーマストンとラリーは暫定協定を結ぶことが望ましいとコメントした。その年の7月、パーマストンは10番地に入り、警備員によって強制的に立ち退かされた。2016年9月、ブレンカスラ卿は貴族院で、なぜ政府はパーマストンとの喧嘩の時の傷を治したラリーの獣医の請求を払わなかったのか、そして政府はラリーの治療費を払った公務員に払い戻しをしないのかという質問を提出した。貴族院において政府を代弁する発言を行う議員オールペンのチザム女男爵カーリン・チザムは、そのコストはラリーを愛する職員の自主的な寄付によって生産されたと発言した。2016年8月1日、政府写真家のスティーブ・ベックによると、ラリーは10番地の階段でパーマストンと最も残酷な戦いをした。ラリーは首輪を失った一方、パーマストンは深い傷を負い、ひどく耳を切った。2016年8月、内閣府がネズミの問題を解決するためもう一匹の首相官邸ネズミ捕獲長を任命しようと検討していたことが明らかになった。院内幹事長のギャビン・ウィリアムソンは、その猫はクロムウェルという名前になると言った。2019年9月、新入りの犬、ディリンがダウニング街にやってきた。バタシードッグズ&キャッツホームは、ラリーとの交渉役を申し出た。ラリーは、気質と仕事ぶりの両方で批判されている。ダウニング街到着後1ヶ月以内で、匿名情報源はラリーを殺し屋としての本能が明らかに欠けていると述べた。その年の後半、ラリーはネズミを探すよりも多くの時間を睡眠に費やし、またメス猫のメイジーと一緒に過ごしたことが明らかになった。2011年のある時期、ダウニング街がネズミで溢れ返っていたため、首相は官僚たちとのある食事会の際、一匹に向かってフォークを投げた。ラリーは2012年にデビッド・キャメロンの書斎で見つかったネズミに反応し損ね、もう少しで免職されるところだった。殺し屋としての本能の欠如はまた、タブロイド紙によるレジー・ラリーというニックネームを彼にもたらした。2012年9月、フレイヤが首相官邸ネズミ捕獲長の役割を分担するよう任命された。ラリーは2012年10月バタシー・ドッグズ&キャッツ、ホームにブループラークが設置される栄誉を得た。ラリーの性格について書かれた本、ラリー・ダイアリーズ、ダウニング・ストリート、ザ・ファースト100テーズをガーディアンのジャーナリスト、ジェームズ・ロビンソンが2011年に出版した。ラリーの最初の在任2年を祝うための写真特集ページがデイリー・テレグラフによって作られた。2012年、ラリーはGoogle ストリートビューで10番地のドアの隣で寝ている姿が見受けられた。ラリーの10番地での生活における功績と観察は、テッド・ハリスンによるサンデーエクスプレスの週刊漫画の題材となった。ありがとうございます。